それでは PHP フレームワークから学ぶワードプレス運用改善です。こちらのセッションでは寺井亮さんにお話しいただきます。寺井さんは PHP カンファレンス関西にて2013年、2014年は実行委員長として、また2018年はスピーカーとしてご活躍されていらっしゃいます。また最近では PHP だけではなく VR にはまり Unity も勉強中と幅広く活動されていらっしゃいます。寺井さんには PHP フレームワークを使うシステム会社に8年いらしたご経験から、ワードプレス主体の現場へ移行して驚いたことや気づいたことなどをもとに、運用改善方法などを交えてお話しいただきます。それでは寺井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ワードプレス運用改善という、大層な名前を付けているんですけども、そんなにではないんで、ゆっくり聞いてもらえればと思います。まずちょっと自己紹介をさせていただきます。寺井亮という名前でやっておりまして、Twitter が vimi50 という名前でやってるんですけども、こんなアイコンでやってるんですけど、あんまり最近活動してないので知ってる人少なくてちょっと悲しいなというところです。で、会社がプライムストラテジーという会社でブースも出してますんで、よければ後で見ていただければと思います。で、先ほどありました、関西の方で基本的に活動しておりまして、関西の PHP カンファレンス関西というのが今年、6月にありまして、で、また12月に東京の方でもやるんで、濃い PHP の話が聞きたいという方はぜひ行ってもらえればと思います。で、一応ブース的な紹介としてブースがあちらにあるので、終わり次第また見に行っていただければと思います。で、個人的な紹介をちょっとだけ掘り下げさせていただきますと、先ほどありましたようにウェブシステムエンジニアの会社に8年ほどいて、ここに入る前というのは本当にワードプレスというものは知らなくって、ララベル、ケイク PHP というこの2つを基本にシステム開発、バックエンドの方ですねを基本的に開発しておりました。なので、この新しい会社に入った時にはワードプレスってどんなことができるんだろうなっていうふうに分からないようなレベルで入ってきてて、で、ある日こう「お、何これ、なんかセンスあるじゃん」みたいなことを会社で言ったら、これおサポーみたいなもんっすよって普通に横でボソって言われて、うわ、何も知らんのバレへん、バレへんやんっていうふうな、そういうレベルで入ってきたような会社の状態なんですね。なので、そんな中でフレームワークから見て、ここをこういうふうにしたらもうちょっとマシになるんじゃないかなっていうところを今回お話しできればと思っております。はい。で、このセッションの趣旨ですね、 HP フレームワークで基本的に主流になっている MVC から学んで、チーム開発の改善で、命名規則と基本の整頓をして、コードレビューの改善という2点を絞ってお話していきたいと思います。アジェンダでございます。ワードプレスと PHP フレームワーク、MVC、命名規則、コード記法で最後にという形になります。で、皆さんちょっとお伺い、これじゃないですね。こういうなんか難しい話もやろうかと思ったんですけど、そんなに短く話せる自信がなかったのでやめました。やりません。で、皆さんに聞きたいんですけども、PHP フレームワークを知っているという方、何個か名前を言えるっていう方は手を挙げてもらってもいいですか？ほとんどですね。結構いますね。で、じゃあ実際にこう仕事でもいいですし、遊びでも全然構わないんですけども、結構使い込んだことがあるよっていう方は、そうなると減るんですね。はい。パッと思いつく限りで挙げた感じでは、ケイクだとかララベルが有名で、フューエルシンフォニー、全動コードイグナイター、ファルコン E2 っていうのがあるんですけども、左にある赤いこうですね、もうしか僕も使ったことがないんです。実はだからフレームワークをバリバリやってますよっていう方も、この8個の中で全部やってるっていうことは僕は会ったことがないんですね。結構皆さん偏ってる状態にはなってるんですね。では、それでワードプレスと PHP フレームワークで、ワードプレスの2点というのは、皆さんワードプレスやってる方がほとんどだと思いますんで分かると思います。僕がこうこの会社に入ってワードプレスというものを知らない時点で認識してたのが上2つです。設置が簡単っていう、プラグインが豊富っていう、で、
入ってから、ああなるほど、聞いた話でこういうのができるんだなっていうのが理解したのが、まあ、簡単な拡張であればファンクションで全部済むよとか、でフックが至るところにあるんでアートで入れたらなんかいけるよっていうのをいろいろ聞いて、ああなんかこう全然今までと違うなっていうふうに覚えた部分がこの4つでした。で対して PHP フレームワーク、これケイクが僕がメインでやってたのでケイクを基本にさせていただきますけども、 PHP フレームワークの中のケイクっていうのは基本的にオブジェクト指向でした。で ROR Ruby on Rails にすごく影響を受けているので、まあ何も知らなくてもいつの間にかオブジェクト思考を学んでいて、これがオブジェクト思考だってわからないレベルで知ってるっていう人も意外にいるのがケイクの使い手です。で一番僕はここでワードプレスに入ってて欲しかったなって思ったのが OR マッピングです。 OR マッピングっていうのはオブジェクトリレーショナルマッピング、オブジェクト思考とリレーショナルデータベースをつなげるときに吉野にクエリーを書いてくれる、ワードプレスだと WP クエリーとかで直に書いていたものをケイクだとケイク PHP DIS FOUND とかっていう風な形で、クエリーを書かなくて済むというものがありました。それがすごく便利だったという認識を受けております。で最後に MVC ですね。で今回はその MVC をやらさせていただこうと思います。で MVC というとモデルビューコントローラーというふうに3つなんですけれども、モデルというのがアプリケーションを扱うデータの操作、基本的にはデータベースの操作ですね。でそして表示関連を担当しているのがビューで、コントローラーというのが入力データの整形なんですけども、これをファンクション PHP にあとかシングル PHP とかっていうワードプレスにあるものに当てはめたときにどれがどこなのかっていうのをちょっと考えてもらいたいんですけども、冷静にちゃんと考えると実はファンクション PHP が全てに関わってるんですね。で、消えちゃった。あ、そうですね。で、シングルヘッダー PHP とかフッター PHP とかっていうのはビューの部分なんですけども、ビューの中にも処理を書いてたりするので、実はファンクション PHP にビューは関わっているっていう状態なんです。で、その中でファンクション PHP っていうのをずっと開発し続けると、こんなことが起こります。こう、7558行、これはこの後引き継いで誰か開発してくださいってやつやりたい人います？これちょっとやりたくないでしょ、もう黒歴史になるんですけど、でそれはある日こう上司とかの方にこうある程度来られて、ここの部分ちょっとシングル PHP の部分だけ抜き出してリファクタリングしてくれるかな、お断りします。誰でも言うでしょ、絶対言うでしょ、当たり前なんですよ。そのやりたくないんですよ。でもずっと初めからそう続いていってしまうとやっぱり7500とかそういう風に言ってしまうし、まあ、7500って言ってうちのとこもっとひどいですって思った人いるかもしれないですけど、それはやめましょう。5桁とか言ってる人いるかもしれないんでやめましょう。そうならないためにこれが CakePHP のファイル構造なんですけども、青色でかかった囲った部分がコントローラーで、赤がモデル、黄色がビューという形になってまして、青の部分の3行目ちょっと ちっちゃくて見えないかもしれないですけど、カスタマーコントローラーとかいうのがありまして、それに対してビューっていうのにカスタマーズっていうフォルダがあって、そこの中にアッドカテゴリーとかインデックスログインという、まあ、名前からなんとなく認識ができるものが存在しています。で対してモデルの中には実はカスタマーコントローラーっていうのがなくて、カスタマー .php というのが存在しています。この3つで一つの関わりが MVC の連携ができているわけです。でそれをワードプレスで実現しようとしたときにこんな形になると僕は考えています。ファンクションズ PHP っていうのが一つありまして、ビューっていうのにエレメントヘッダー PHP で、ヘルパーっていう、まあなくてもまあ言っちゃいいんですけど、まああった方がちょっとかっこいいかなっていうのでヘルパーって書いてみましたけど、それらのやつがで、ヘッダー PHP っていうのは表にずっと存在して、一番初めからワードプレスを使った時に存在しているヘッダー PHP ではなくて、ヘッダー PHP からゲットテンプレートパースとかで呼び出す部分もヘッダー PHP だと認識してください。また外にあるのとは別のものです。でコントローラーっていうのはモデルなんたらコントローラーって先ほど経験にありましたように、名前をつけて、例えば
ログイン曲がりを使うんだったらログインコントローラーでも全然大丈夫だと思いますし、ユーザーっていうふうに大きく囲むんだったらユーザーコントローラーみたいなものにしてもらってもいいと思います。で、オートロード PHP みたいなものを入れるとこうインクルードが制御できるようになるんで、ファンクション PHP にはもうこの1行だけで済むっていう、もうファンクション PHP を開いたら今の7558行がこの一部になって、他の7500は全て分割して、先ほどのヘッダー PHP だとか、なんたらコントローラーだとかにっていうふうに分割されている状態、これがすごくいいんです。で、何がいいんだろうなって思うと、やっぱり関連する関数がどこにあるのかっていうのがすぐにひとまとめにできてるわけなので、まあコードがまずすっきりしますよね。ファンクション PHP の10行目あたりに書いてあるやつと2500行目あたりに書いてあるやつは実はほとんど同じラインを使うような関数だったときに、それをメンテナンスするのっていうのはすごく大変ですけども、分割しておけば同じ作業をするような部分は同じところにあるという状態になります。で、階層構造上で対応するコードが判別できるんで、例えばヘッダーの中にあった先ほどあった APP ヘルパーみたいなやつがありましたけれども、ヘルパーっていうと多分どこでも使うような関数をひとまとめにしておけば、呼び出す関数はそこに全部入ってるよっていうふうに、区切れますんで、判別をしやすくなる。で、一番これが大事なのが複数人開発時の可読性の上昇というのがありまして、数人でやるときにこれ何でしたっけっていうふうなことをやり取りする時間っていうのは非常にもったいなくて、でも絶対に必要な部分なんですね。それが10時間必要だっていうのは3時間に減るだけで作業としては全然効率が上がるんで、それを一からやっておくことができるんならば、もっといいものが作れるし、もっと早く作業ができるようになるっていうことです。そういうふうに MVC を分けていくっていうのはとても大事なことなので、もし今後ファンクション PHP をファンクション PHP をこう新しく作るってことになった時には、ちょっとだけでもいいんで、今みたいに綺麗な構造でもなくてもいいんで、なんたらファンクションログインファンクションみたいな形で分ける形で少し分割してやっていくと、可読性というのは少しずつ上がっていくと思います。で、ちょっと時間があるので急いでいきます。命名規則とコーディング規約ということで、ある日突然私のプラグイン開発をやってくださいというふうなものが来まして、こんなものが来ました。わかりますかね。まずね、コメントアウト多すぎなんだよっていう状態なんですよね。僕動いてるコード2行しかねえじゃねえかっていう状態なんで、で、しかも元のコードとかで綺麗に書いてもらいますけど、元のコードそうかな、しかもその後見たらアンダーバー2ってどこに作用するものなのに、オプションアンダーバー2って何に何を求めてんねやっていうことになるんですね。で、まずコメントアウトで変更履歴を、まあ、残さないでください。コメントアウトで変更履歴を残す労力をするぐらいやったら、もう Git でお願いします。はい、これはちょっとあんまりちょっと外れるんでやめますけど、はい。で、まあ、作成する関数名というのはアンダーバー2とかアンダーバー3とか、その当時やってる最中では気づけるんですけども、これが1年後にこうもうさらに回収しようとなった時に分からないんですね。2がどこに行ってて3がどこに行ってるかって分からなくなるんで、関数名から類推できるものにしましょう。で、類推するものを作る際に関数名っていうのも ある程度命名規則っていうのがありまして、今回だったら、キャメルケースっていうのが初めが小文字、後が大文字ですね。ケースっていうのはアンダーバーでつなぐ。で、パスカケースっていうのもあって、全部が大文字。このゲットメッセージだと、ゲットの G も大文字っていうのもあるんですけども、基本的にはキャメルケース、スネークケースの2つを考えていただければ、僕は嬉しいです。個人的にはキャメルケースを押します。で、大事なのは、関数名を見て用途が想像できることです。これはものすごく大事です。これは明日からでもできます。とりあえず作りましたっていう関数名をやめて、まずは用途が想像できる関数名をつけましょう。で、規約に関しまして、ワードベースのコーディング規約っていうのは独自でして、KPHP だと PSR2 と4っていうふうな形になっていたりとかっていうのがあるんですけども、ワードベースのコーディング規約っていうのがまた別でして、ここでちょっと、まだ時間あるかな、問題です、これ。これをパッと見て、すべてが、どっちが正しくて、どこが間違ってるかって全て分かる人っていますかね。多分いないと思うんですよ。いたらすごいなと思うんですけど、例えばコード規約でこの波括弧が開業になってる、これ実は PSR0 とか1とか2とかっていうのは開業、波括弧はダウン値なんです。でもワードプレス上では同じ行なんです。
で、このここね、これ実は上タブなんです。下スペースなんです。わかんねえよっていう。わかんねえよなんですけど、実は違うんです。で、ここのスペースがないとか、ここスペースがないとかって、実は規約としてあるのに皆さん知らない、実は気づかずにやってるとかっていう部分がすごく多いんで、こういうところも、まあ、ワードプレスの規約があります。で、そういったものはコーデックスにあります。ワードプレスコーディング規約のところに実はきっちり書いてあるんです。なのでこういうのをたまに見ておくだけで、あ、そういえばってなるんですね。でもこんなものをいちいち毎回毎回チェックしていくのは大変じゃないか、注意しててもミスっちゃうっていう時は、PHP コードスニッパーがあるじゃろということで、PHPCS というのをコマンドでつけるようにしておけば、これはまあテストコードですけども、そのコード、PHP ファイルを打てばエラーがどこにありましてとかっていうのが出ます。で、もう一つ、自動的に修正してくれるコマンドもありますので、ぜひそちらも見てください。で、それでも大変だっていうことは PHP ストーム、もちろんその Vim だとかそういうのを使える前提ではあるんですけども、どうしてもそういう能率がなくなってきたっていう方は、こういう新しい IDE とかっていうのを補助で使う、補助で、あくまで補助で使っていくっていうのは、個人的にはすごくありだなと思っております。はい。で、最後まとめです。MVC の考え方を意識すればコードの整頓がはかどる。で、命名規則を統一すると関数名を見ただけで処理が分かる。これの2つはとても大事なので、ぜひ頭に入れておいていただけるだけでいいです。今回のお話の中で少しでもこう心に残ったものがあれば、明日の関数とかの作成に役立つんじゃないかなと思ってます。そしてコーディングは常に進化させましょう。1年前のコーディングを自分で見た時に、あれ、こいつ誰やねん、めっちゃ下手くそやんけって思えるような状態にしましょう。実際このコードくそやなと思ったら自分のコードがあったっていうのは僕何回もありますんで、そういうのもやりましょう。そして Git を使えということで圧力をかけさせていただきます。で、最後に、プライムストラテジーでは、エンジニア募集してますんで、興味がある方はぜひブースの方へ、お越しいただければと思います。林でしたけども、ご清聴ありがとうございました。